緑の革命、緑の革命、緑の革命とは1940年代から1960年代にかけて高収量品種の導入や化学肥料の大量投入などにより穀物の生産性が向上し穀物の大量増産を達成したことである農業革命の一つとされる場合もあるロックフェラー財団は1944年結成の ノーマンボーローグラの研究グループ、1963年に国際糖もろこし小麦改良センターに、海藻と1960年設立の国際糖研究所に資金を提供し、緑の革命を主導した。在来品種は、一定以上の肥料を投入すると収量が絶対的に低下する。それは、在来品種の場合、倒復が起こりやすいために、肥料の増糖が、 収量の増加に結びつかないからである。そこで導入された主な高収量品種としてメキシコメキシコシティ郊外でアメリカ合衆国の農学者ボーログラによって開発されたメキシコ系単管小麦品組やフィリピンマニラ郊外の国際等研究所で開発されたイネ品種 IR8 などが挙げられる。これらの単管品種は植物体全体の背が低くなるが 穂の長さへの影響が少ない性質、販売性を入りしたものである。販売性の導入によって作物が倒伏しにくくなり、製品に応じた収量の増加と、気候条件に左右されにくい安定生産が実現した。なお、高収量品種を近代品種と近年では言い換えられている。かつては、高収量品種と呼ばれたが、生産環境に関わりなく、 常に公衆量を実現できるわけではないためである。緑の革命に寄与した他の要因として、灌漑設備の整備、病害虫の防除技術の向上、農作業の機械化が挙げられる。緑の革命グリーンレボリューションという用語は、1968年に、米国国際開発庁のウィリアム・ゴードによって、造語されたものである。また、緑の革命が広がる中で、 前述のロックフェラー財団のほかに、フォード財団や各途上国の政府も緑の革命に席預かることとなった。緑の革命によって1960年代中頃までは、危惧されていたアジアの食料危機は回避されただけでなく、需要増加を上回る供給の増加によって、食料の安全保障は確保され、穀物価格の長期的な低落傾向によって、 都市の労働者を中心とする消費者は大いに恩恵を受けた。特に消費支出に占める食料費の割合が高い貧困層には顕著であった。また、穀物価格の低下は森林伐採による高地の拡大へのインセンティブを弱め、環境保全にも大きな貢献をしたという解釈もある。市民とで多種製品種の開発に努め緑の革命に大きく、 貢献したボーローグは歴史上のどの人物よりも多くの命を救った人物として認められ1970年にノーベル平和賞を受賞している。東南アジアに限れば1950年と比較すると米の生産量は約4.5倍にまで増大した。その間、収穫面積は約1.8倍になったが、収量は2.5倍に増加した。つまり、 収量の増大が米の増産の原動力であった。南アジアにおいては東南アジアと比較すると工作可能な土地が少なく水田の生産環境も劣っている。さらにフィリピンを中心にして開発された品種を南アジアの生産環境に適合させるために長い時間を要した。これらの事情により南アジアにおける収穫面積の増大は東南アジアより緩やかで 収量の増大についても、東南アジアのものに劣っている。結果として、米の生産量の伸びにおいても、南アジアは緩慢であった。しかし、南アジアにおいては、1980年代における、収量の加速的増大があった。これは、南アジアにおいては、東南アジアに数年遅れて、緑の革命が本格的に普及したことを表している。 遅れて緑の革命が開始されたベトナム、バングラデシュ、インドでは1990年代に入っても収量が増大し続けている。メキシコは1943年には小麦需要の約半分を輸入していた。緑の革命が進んだ1956年には小麦の自給自足を達成した。さらに1964年には50万トンの 小麦輸出ができるようになった。1944年からのボーローグの研究グループは前期の成功を受けて、1959年に非公式な国際研究機関となり、さらに1963年には、正式に国際トウモロコシ小麦改良センターとなった。フィリピンでは1960年に国際糖研究所が設立され、小麦と同様の研究を稲について開始した。 1966年には IR8 が育成され、普及に移された。当時はフェルディナンド・マルコス大統領が政権を握っており、マサガナ99計画が実施された。IR8 は肥料と農薬を使用しなければならなかったが、伝統的な品種よりかなり高い収量を示した。 フィリピンの年間米生産量は普及開始後の20年間に370万トンから770万トンへ増加した。IR8A の切り替えはフィリピンを1970年に初めて米の輸出国に変えたが、1971年には病害中の発生もあって、再び輸入国となった。それでも、結果として1978年には米自給を達成している。 IR-8 の導入は農薬の大量使用につながり、水田の生物種の減少を招くこととなった。そこで病害中に強い IR-36 などが開発されて広く普及した。ロックフェラー財団はメキシコでの成功経験をもとに、それらの技術、品種を他の国に広めようとした。1961年インドは大飢饉に瀕した。 インド農業大臣のアドバイザーであったスワミナさんによってボーロングがインドへ招待された。インドの穀物独占隊によって強要される官僚的なハードルにもかかわらず、報道財団とインド政府は小麦の種子を市民とから導入するために共同して動いた。パンジャブ地方は給水に信頼があり農業の成功に歴史があるため、インド政府によって最初の実験地として選ばれた。 インドは植物育種、灌漑設備の整備、農薬のための融資を含むインド地の緑の革命計画を開始した。インドは稲に関しては即座に IR8 を採用した。1968年にインドの農学者 SK でだったは、IR8 の収量が無肥料栽培では約5トンヘクタール、最適条件下では約10トンヘクタールであると記述した。 IR8 はアジア全体で成功を収め、奇跡の稲と呼ばれた。インドの米の収量は、1960年代は約2トンヘクタールであったが、1990年代中期には6トンヘクタールまで向上した。生産コストについては、1970年代は1トンあたり550ベードル、2001年には1トンあたり200ベドル未満となっている。 インドは緑の革命によって世界で最も成功した米西三国の一つであり、2006年には約450万トンを輸出する現在主要な米輸出国になっている。インドの基金は一度は回避不能と考えられたが、緑の革命を導入して以降再来していない。1970年に継続的な事務局を持つ。 世界的な農業研究センターの設立が提案された。世界銀行はこれを支持し、さらに発展させた。1971年5月19日、世界銀行と国際連合食料農業機関、国際連合開発がを共同講演者として、国際農業研究協議グループが設立された。その後、CGIAR は多くの国際農業研究センターを設置し、 2008年時点で15の研究センターを参加に持っている。CGIAR は緑の革命の方法論的批判に少なくとも一部は対応した。その批判は1980年代に提起され緑の革命方式を押し付ける組織の圧力への反発として起きたものである。農業生態系分析及び農法の研究が農業の さらなる全体論的視点を与えるものとして採用されるようになっている。メキシコ及びインドで成功したプロジェクトの計画をアフリカに導入しようとする試みが数多く行われてきた。様々な理由からそれらの計画の多くは成功に至っていない。指摘されている理由には広範囲な汚職、政情不安、社会基盤の欠如、政府側の意思の欠如が含まれる。 その上、例えば、灌漑用水の利用可能性、地域内の標高や土壌の質のばらつきなどの環境元がアフリカにおける、緑の革命の普及を妨げている。2000年代に入って、アフリカ島センターが主導する、稲品種群ネリーカの農民参加型の品種選択法、PVS、ファーマー、S、パーティスポトリバーアトルセレクションを通じて、米の増産の成果が得られている。 緑の革命に含まれるプロジェクトはすでに存在していたが先進工業国以外ではほとんど利用されていなかったテクノロジーを発展途上国に広めた。これらのテクノロジーは農薬、灌漑事業、合成窒素肥料、その時に利用できる従来の科学に基づいた、つまり競技のバイオテクノロジーを使っていない育種法で開発された改良品種を含む 緑の革命での新技術の開発は奇跡の種子と称されたものの生産であった。1966年に公開された、販売製稲品種 IR8 の育種過程は次の通りである。1962年に、販売製の低足ガラス線と草丈の高いペタを人工事故によって荒廃し、130粒の F 種子が得られた。植物体の草丈は、 すべて高かった。これ以降の世代は人工受故を行わずに育種された。海植物体から約1万粒の F 種子が得られた。海植物体の約1、4が半割性であり、それらだけが残され、草丈の高いものは廃棄された。半割性植物体の分離比より、半割性は一位電子支配の劣性形質であることが分かった。 この時点で劣性ホモ接合として、範囲外性形質は固定されたが、他の形質は固定されていなかった。そこで、さらに自家受粉によると考えられる高台をとって、他の形質も固定する作業が行われた。海植物体から得られた、多数の F 種子由来の、多数の F 植物体から、有料な298系統が選抜された。この298系統から、 それぞれ回収子が得られた。回植物体の中から第288系統の3番目の植物体 IR8 から288から3が選抜され、そこから回収子が得られた。この F 植物体が単に IR8 と呼ばれる品種の元となった。この育種過程を通じて IR8 で様々な形質が固定された。稲や小麦の近代品種は、 海品種であるという誤解が一部にあるが、トウモロコシとは異なり、稲や小麦の近代品種には、海品種はほとんど存在しない。トウモロコシのように小花と雌花が分かれている作物と、異なり、稲や小麦のように両生下で、自食性の強く、かつ、種子が利用される作物の場合では、海品種の種子を大量に供給するためには、有性不燃系統、有性不燃系統の維持系統、 有性不燃形質からの年生回復系統の品種が必要とされる。これらの系統では、ほぼすべての個々の遺伝子座が高度に、ほぼ接合している、つまり高度に純化され、形質が固定化されている必要がある。一方、高収量、病害中耐性を付与するために交配し、それらの形質を固定する、育種過程にある系統に、有性不燃形質や、 年生回復形質を個々に付与する意味がないからである。また、もし、稲や小麦が F 品種であったとすると、販売性形質は劣性ホモ接合でしか発現しないため、種子親も花粉親双方とも、販売性でなくてはならない。つまり、稲の販売性品種、低足カラス。 トカリや小麦の繁栄性品種小麦の王林10号が稲と小麦に繁栄性形質を導入するために用いられたが、これらの品種と繁栄性ではないかの稲や小麦の品種とまの F 世代では繁栄性は現れない。前述の稲の IR8 の育種過程のように、これらの F 世代を用いて自家受粉や戻し交配を繰り返し行い、それらによって形質が固定された後代から、 選抜されたものが大品種となっている。在来品種の多くは雑草などの競合に強く、肥料が乏しい環境下でもある程度の生育を示す。生育期間が長く、草丈の長いものであった。しかし、施肥、除草などの栽培管理技術が進歩するとともに、さらに多皮化で生産性が高まるように肥料に対する反応性が高く、 栽培管理の労力が少なくて済む生育期間の短い品種が求められた。そこで農学者たちがトウモロコシ小麦稲で作り上げた系統は、高収量品種群と呼ばれる。それらの品種群は以下の形質を持っている。これらの形質の結果、高収量品種群は適切な乾水、農薬、肥料が施されるとき、伝統品種よりかなり多種となる。もし、 それらの投与がなければ、伝統品種の方が多種となることもあり得る。近代品種は単一の品種を指すのではなく、長期間にわたって開発され続けてきた品種群である。稲に関しては、IRRI の理事長を務めた農業経済学者の大塚二ロ郎らによると、近代品種は第1世代、第2世代、第3世代に大別される。その分類に従うと、 となる。1961年から1985年の間に開発途上国における穀物生産量は少なくとも2倍以上になっている。稲とうもろこし小麦の収量はその期間に着実に増加した。アジアの米の場合、生産増加は、灌外、肥料、種子の開発におおよそ等しく起因していると考える人もいる。一方、 収量の増加の主因は、高収穫品種の普及とそれに伴う肥料の増糖であり、灌溉面積の増大は10であると考えるものもいる。なお、フィリピンとインドネシアのように早い時期から近代品種を導入した国では、1980年代中期以降は、収量が目立って増加していない。これは、最近の近代品種 EE が、近代品種 I や近代品種、 E と比較して、終了性において大きな優位性を持たないことを表している。遅れて緑の革命が開始されたベトナムや南アジアでは、1990年代でも終了が増大し続けているが、フィリピンとインドネシアと同様に緑の革命の潜在力が使い尽くされ、終了の停滞傾向が始まると考えられる。そのため、別の機構による、 生産性の向上の研究が進められている。緑の革命の結果として、農業生産物が増加する間に、プロセスに入力されるエネルギー、つまり、穀物生産に消費されるエネルギーもまたさらに大きな比率で、生産される穀物と投入されるエネルギー比が時間が経つほど減少するように、増加してきた。緑の革命の技術も、また化学肥料、農薬に大変依存している。 それらの中には化石燃料から開発されなければならないものがあり、農業をさらに石油製品に依存させるようにしている。石油ピーク説の支持者たちは将来の石油、ガス生産の減少が食料生産の低下やさらにはマルサス学派の言う破局にまでつながるのを恐れている。世界的な食料安全保障に対する緑の革命の影響は 食物供給体系に関係する複雑さのため理解が困難である。世界人口は緑の革命が始まった時から2000年代までに30億人以上も増大したが、もしも緑の革命がなければ飢餓と栄養失調が実際以上に引き起こされていたであろう。インドの年間小麦生産は1960年代の1000万トンから2006年に7300万トンまで。 引き上げられた。発展途上国では緑の革命以前に比べると1日あたりのカロリー消費量が数とにつき25%増加ている。1950年から1984年の間に緑の革命が世界中の農業を変革したので世界穀物生産は250%に増加した。緑の革命は確かに産業としての農業の 大増産を達成したが、一方でそれは、化学肥料や農薬といった、化学工業製品の投入なしには、維持できなくなり、持続可能性が問われている。また、1970年代に入った頃から一部では、生産量増加が緩やかになったり、幼虫害いいや、塩類集積によって逆に生産量を減らす例が、出てきた。東南アジアの稲作地帯では、 多種量の単管品種が導入されることで、それまで農村で様々な生活必需品の重要な素材であった稲藁が使用に適さなくなったため、農民は代替として、プラスチックなどの石油化学製品の購入を強いられた、ほか、農地農法の改良、つまり、化学肥料と農薬の使用などによる土壌汚染で、水田が淡水魚の繁殖地として機能しなくなり、 農民の復職の自給力を削ぐことになった。このように緑の革命には、収量の増加や都市住民に安価な国類の供給という性の側面とは裏腹に、農民たちの貧困を少なからず助長する結果を招いたという負の側面も指摘されている。ただし、これらの負の側面の指摘に対する反論もあり、このような批判とそれに対する反論を列挙する。 以上の反論をまとめると、東南アジアや南アジア諸国では、緑の革命によって米をはじめとする穀物の生産性が飛躍的に向上し、結果としてそれが以下のように経済全体の発展を支えたということ言える。もし仮に緑の革命が起こらなかったとすれば、穀物価格は上昇し、労働者の生活水準は低下し、農村には 多くの労働人口が滞流し、結果的に経済発展にブレーキがかかったであろうと推定される。その他の批判として、それぞれの土地に古くから定着してきた栽培種が失われることにもなり、在来品種の保存も急務となっている遺伝資源、遺伝的多様性の保全。ただし環境は一様なものではなく、在来品種には様々局面に適応し得る有益な、 遺伝子やゲノム構造性を持つものもある。多様な遺伝子の存在は将来の育種において貴重な選択肢になるので、その保全は重要である。緑の革命の欠点を反省材料とし、自然農法の普及に努める人々が多く出ている。ただし、有機農産物には法律に基づいた定義が存在するが、自然農法とは栽培者や、 栽培団体の独自の基準に基づくのである。一方、穀物の供給増加と価格の低下によって、森林を開墾して高地化する動機づけが低下したために、環境保全に役立ったという意見もある。これは、緑の革命がほとんど導入されていないため、既存の高地からの食料生産が停滞し、高地拡大のために森林が伐採され、過剰放牧によって砂漠化が進行している。 サハラ砂漠以南のアフリカの京都、東南アジアや南アジアの状況は対照的であることから言われている。ボーローグは緑の革命へのいくつかの批判点については真剣に懸念しているが、批判のいくつかは退りけている。彼は自分の仕事について正しい方向である。しかし世界をユートピアにするものではないと述べている。 緑の革命に批判的な環境ロビーストに対しては以下のように反論している。以下の文献はの参考文献であり、日本語化の際には必ずしも参照していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。